こんにちは、宮里香織です。今日は私の生い立ちについてお話ししていきます。で、生い立ちは本当はね、全然話さんとこかなって思ってたくらいなんで、まあ言いたくないことは言わずに私の25歳までのストーリーをお話ししていきます。ちょっと留置所で使っとったノートに書いてきたんで、時系列がバラバラになるので見ながらいきますね。虐待のお話、あといじめで、なんで離婚したのか、なんで大麻に出会ったのか、あと自殺未遂の話と、あとなんで今どん底なのかっていうお話をしていきます。まず私はもう物心がついた時から両親から虐待を受けていました。で、虐待の内容としては、手足をガムテープで縛られて、で、口の中にタバスコ入れられて、で、口にもガムテープをして、まだちっちゃかったんで収納ボックスに入れられて、まあ、鍵して軟禁錠をして、1日監禁、トイレも行かせてもらえないっていう生活を小学校上がる前まで送ってました。覚えてる虐待内容はそれだけなんですけど、まあ殴られたりとか、まあ物でやられたりとかは中学くらいまでは続きました。で、小学校上がる前に私のお父さんとお母さんは離婚して、で、私は母親の元で育てられたんですけど、そこでもなんて言うんだろう、お母さんからの言葉の暴力もひどかったんですよね。あんたなんか産まなきゃよかったとか、そういうセリフはずっと言われてきました。で、授業参観とかも、なんであんたのために仕事休まなあかんのって言われたことがあって、そこからね、私のお母さんは一度も卒業式も入学式も結婚式も私の親は来てくれませんでした。で、いじめの話なんですけど、いじめに関しては正直言うとそんなにメンタルは食らってないです。私自身ね、めちゃくちゃ妹と仲が悪くて、まあオーディションでああいう喧嘩したんだけど、あれよりひどい喧嘩を小学校の頃は毎日妹としてたんで、やられたら倍返しっていうあれがあったんで、いじめに関してはそんなにメンタル食らってないんですけど、容姿について言われることが多かったです。小学校の頃は外人って言われてたから、友達がなかなかできなくて、多分いじられてること仲良くなろうとしないから、みんなもさすがに、だから友達があんまりできなかったですね。で、中学はチンパンジーとかゴリラって言われて、高校は大根大ちゃんっていうあだ名がついてたくらいなんで、結構容姿に関してはずっとなんか言われますね。別に高校の時いじめとかはなかったけど、引退試合1ヶ月前に部活辞めさせられたのは今でも腹立つ謝ってもらったけど腹立つってか、ね、悔いが残ってる。私試合出たかったから、引退試合、副キャプテンだったんですけど、それはちょっと残ってますね。で、まあ、結構ねやられたらやり返すって感じだったんで、喧嘩もめちゃくちゃしてて、一回高校の時にね、半年くらい下打ちし続けられたのがあって、ある女の子に、まあもうさすがにもうツイッターとかでも書かれるからさ、もうね、もうボッコボコにして、もう泣きながら謝ってきたんだけど、とにかく私は何もしないんだけど、もうこいつ言ってもダメだなってやつはそれで黙らしてました。だからね、いじめもめちゃくちゃ発展することはなかったです。まあ、靴隠されたりとか私物がなくなったりとかはありましたけど、まあ、自分でなんとか乗り越えていってました。次、19歳、高校卒業してから私は
キャビンアテンダントになりたかったので専門学校行ったんですけど、もうその専門学校がさ、もうお金持ちの子しかいなくてさ、誰もバイトしてないっていう感じだったので、なんかすごい取り残された感じがしてて、学校で、でもう私はもうバイト地獄みたいな、みんなとあんまり仲が深められなくて、留学があったんだけど夏に、私それもお金がなくて行けなかったんですよ。そこからなんか病んでいたというか、学費払ってただけみたいな感じになって、で学校も途中から行けなくなっちゃったんですよ。でなんか病院行った時に、あ、軽いうつですねって言われたんですよ。やっぱそうだったんだっていう気持ちだったんだけど、本当になんか夜眠れなくなるというか、なんでこんなに落ち込んどるのかが自分でもわからないんですよねっていう感情でした。で学校1年で中退して、その1ヶ月後に会社勤めたんですけど、その会社捕まった時に辞めたんだけど、まあ、捕まるまでは5年続けました。でもやっぱりね、うつってさ、波があるんだけど、まあ、1回へこむとね、もうちょっとね仕事ができなくなるから、まあ、その5年間にもね1ヶ月休みもらったりとか、そういうのはありました。ちょくちょく、3回くらいありました。で私は21歳で結婚をしました。で結婚はね全然うまくいかなくてまあ相手がいる話なんで離婚内容とかは言わないんですけど、悪口みたいに聞こえたら嫌だから。2020年の3月に私は初めてではないけど、まあ、大麻を吸って初めて大麻の効果を実感したんですね。でずっとそれまで死にたい死にたいって、死にたいが口癖だったんだけど、初めてなんか幸せというか、なんかわかんないんだけど、とにかくね考えが360度変わったんですよ。あ、別にこの人いなくても生きていけるやって思っちゃって、で3月に離婚したいってのを伝えました。でも彼は離婚したくなかったし、離婚届も書いてくれなくて、まあでももちろんね関係はうまくいってないので、5月に別居がスタートしました。でまあその時にねどっぷりねもうハマってしまって、7月26日に私は大麻を 10g 所持していて逮捕されました。で逮捕はそれが初犯ですね。まあ正直その時の感情は、あ、もう捕まったで離婚してくれるやろうって思ってましたね。何とも思ってなかった。まあ初犯やし出てこれるやろみたいな感覚でした。するとね9月に私は営利目的で再逮捕されました。自宅から 42.070g の大麻草が出てきて、営利目的で再逮捕されました。再逮捕されてからね、もうちょっと営利にされたのが腹立って、ずっと黙秘してたんだけど、売ってる証拠もお金を儲けていたっていう証拠も出てこなかったので、所持で起訴されました。なので営利では捕まったんだけど、起訴は所持で起訴されました。で10月21日に私は200万の保釈金を払って保釈されて、で12月に実刑1年半執行猶予3年の実刑判決を受けました。そこからが私のどん底なんですよ。まあそれまでもどん底なんだけど、そこからがどん底で、私はブラジル国籍なんですよ。で外国人が捕まると日本人と違って在留期限があるんで、その資格が下がるんですね。私はさ、日本で生まれてるし育ってるから永住権っていう日本人と同じ扱いを受けられる身分だったんだけど、それが1年まで下がったので、で1年まで下がると銀行から融資は受けられないし、クレジットカードも作れないし、あ、そうそう、ローンも1年以上のローンは通らないし、あと就活も電話の時点で落とされます。在留期限1年って答えた時点で断られます。なのでもうそこからもうすっごいね、マジで仕事が見つからなくて、
しかも見つかった仕事もさ、一個はめちゃくちゃブラックで言ってることと全然違って全然お金もらえなくて、で2個目があのキャバクラでちょっと働いたんだけど、そこが給料未払いで、1月にまあ死のうと思って、支払いもさそれまでの分が溜まってるしさ、捕まってた分もう生きてくのが怖かったんですよ。将来が不安すぎて、もうこの先ずっとこれだって言って、一回更新しただけじゃさ在留期限って上がらないからさ、だからもうこの先生きてける気がしなかったので、まあ死のうと思って家にあった何だっけ、あカロナール、家にあったカロナールをの致死量を調べて、もう確実に死にたかったんで、その致死量の倍のまあ80錠のボート飲もうとしたんだけど、多分70ちょい飲みました。家で苦しんどったら、たまたまその時親が家に来て救急車呼んでくれて運ばれました、オーバードーズで。でまあ先生にはね、もう毒が回ってるからさもう死ぬよって言われたんですけど、まあ入院もして、なぜか奇跡的に回復して今ここにいます。でね、その運ばれた時もさ、お母さんは私にもう死ぬなら勝手に死んでくれって言ってたんだけど、お母さんにもうよかったね、3日後やっと死ねるわみたいな、もうやっと死ねるって言った時に、もうお母さんがもう言葉でえんくなっとってさ、うん、まあでも私はね、お母さんが生きてるうちに死にたいって思ってたの、ずっと。生きてるうちに死ねば私に今まで言ったこと後悔してくれるかなと思って、まあ生きてる、お母さんが生きてるうちに死んだいって思ってたんだけど、まあもうめっちゃね、あのオーバードーズは苦しかったんでもうしないんですけど、そうってのをずっと思ってました。今は養って見返したいって思うけど、その時はそう思ってました。で2021年の3月に私は正式に離婚ができて、離婚をしました。でまあね、別居してから今まで一度も会ってないです。弁護士交えて、まあ、離婚したんで結構揉めたんで、連絡先もね、私保釈されてから変えたし、今何してるかとか何も知りません。で10社くらいね、会社を受けて、やっと2021年の8月に入社ができました。でもね、まあ、いろんな事情があって正社員では働けないんで、給料は学生時代より少ないか、まあ、どっこいどっこいくらいの、本当に少ない、前の会社に比べたら15万くらい下がってるんですけど、で2021年の12月にはもう小銭を集めてガソリン入れに行くくらい生活が苦しかったです。こんな感じかな。あでその借金っていうかさ、借金は昼食とキャバクラを両立して、昼食が終わったらもうそのままキャバクラ行って夜中の2時まで働いて、でまた朝6時半とか7時に起きて仕事に行くっていうルーティーンをして返していきました。でもね、私がねこの世で一番ね向いてない職業がキャバクラで、できれば働きたくないんですよ。今働いてないんだけど、そうできれば働きたくなくて、まああと少ししたらまたその生活になりそうっていう感じなんだけど、だから本当にね、ブレイキングダウンの動画を見た時はマジで私にとったら希望だったの。 YouTube はずっとやりたかったし、本当に人生を変えるチャンス、もうしかもさ喧嘩もしたことあるからさ、もううちにぴったりやんと思って、だから応募する前は本当に生きるのが不安で、もう将来がずっと不安でした。でもブレイキングダウンに出たいっていう夢、目標を持った時はね、もうマジでなんか楽しくてさ、もう本戦行く自信しかないし、誰よりもね気持ちは強いから、人生を変えたいっていう気持ちは誰よりも強い自信があったから、もう何もないからね、私には失うものが。だから正直ね、オーディションで虐待の話とかさ、いじめの話した方が同情もらえるんだけど、一番インパクト残せるのはこの顔面で執行猶予中っていう、執行猶予中っていうあれがワードが一番目立つと思ったの。そうだからああいうことを言いました。うんって感じかな。別に自慢とかじゃなくて、本当は言いたくなかったんですよ、執行猶予中だって。だって
会社にバレたらクビじゃないですか。10社も受けてさ、やっと受かった会社クビになりたいわけないじゃん私が。だから本当にクビになる覚悟で私はオーディションに行きました。一つだけ言いたいのは、私が今後捕まることは 100% ないと断言します。もうやっとね、あの今人生変えるチャンスをつかめて、それを犠牲にするほどやりたいこと、したいことは何もないです。私はマジでこのブレイキングダウンに人生をかけてるんで、本気で這い上がるとこを見せていきます。で別にね、私自分が今まで経験してきたこと無駄だと思ってないし、むしろ全部経験してよかったって思ってるんですよ。経験してるおかげで人に優しくなれたし、私今まで経験してきたことよりも辛いことってこの先起きる気がしないんだよね。今までがどん底すぎて、だから正直これからがめちゃくちゃ楽しみでね、ブレイキングダウンに出てね、人生変わらんって言ってる人いるけど、それはあの本人の努力不足です。人に認めてもらえることをしてないってことだと思うんで、ブレイキングダウンに出て絶対に人生は変えられるってところを私が見せてくから、それが私がね、もうこの子ブレイキングダウンの子なのって言われるくらいになるのが、のブレイキングダウンの人たちへの恩返しやと思ってるから、私はそこまで行きます、絶対に。でね、捕まった時に離れてった友達もいるし、まあいろんなことがあったんだけど、全員私が見返す、全員見返してくから応援してくれたら嬉しいです。あともう一つ言いたいのが、アニーさんのことについてなんですけど、あれね、私怒って手を出したわけではありません。もともとね、メンバーが分かった時に一番戦いたいと思った相手がアニーさんだったの。一番あのグループで可愛くて綺麗で、この子とバトルしたら絶対に目立てるって思ったから。でも私ね、どうやったら本戦いけるか、どうやったら喧嘩が起きるかってのを考えた時に、まあ、あんまり喧嘩を売るってことはしないから、私喧嘩を売らせようって考えたわけですよ。だからね、アニーさんの自己紹介してる最中に後ろから小声でね、ちょっかいかけたのよ。自己紹介が長いって長い長いってね、ちょっとちょっかいをかけて小声で言ったのね。だから兄さんは多分それを合図だと捉えて、私に後ろ向いて喧嘩を打ってきたっていうか、ああいうセリフを言ってきたんだよねっていう感じです。正直謝ろうと思ったんですけど、てかね、初めてね、人を殴ってなんか心が痛くなりました。今までそんな感情になったことなかったし、人を殴ることそんな抵抗なかったんだけど、めちゃくちゃ心が痛くなって、謝りたかったけど、もうなんか謝ってさ、そこでなんかちょっと会話して仲良くなっても試合しづらいから、もうあえてもう私に怒りの感情を残したままで行こうって思いました。だからすごい不快な気持ちにされた方もいると思うけど、まあ本気ではもちろんやってないんですけど、ここでは謝罪しないので、はい、あの動画を見て気分悪くしてしまった方は本当にすいません。こんな感じかな。もう今後ね、私が捕まったことに関しての話、タイマーについて話すことはないと思うんですけど、はい、こんな感じです。ではこれからも YouTube はね、全力で頑張りますので応援してください。ではご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。